陸上の最高峰大会、ダイヤモンドリーグ、DL 第8戦が日本時間なのかフランス・パリで開催され、女子走り高跳びで37年ぶりの世界新記録が誕生した。22歳のヤロスラはマフチフ、ウクライナ、が2メートル1 0をマーク。1987年にステフカ・コスタディノバ、ブルガリア、が記録した2メートル9の記録を打ち破った。マフチフは勢いよく走り出し、 高く跳躍バーに触れながらも2メートル10の記録を打ち立てた信じられないといった様子で歓喜飛び跳ねながらガッツポーズを作り観客の拍手を浴びたファッション誌「ルなどでモデルを務めたことがあるウクライナの妖精母国はロシアによるウクライナ侵攻を受けドニプロペトローシク州生まれのマフチフも避難生活を経験 そんな中で昨年のブダペスト世界陸上では初優勝。大会ではいつもウクライナの人々を喜ばせたいと思っています。ニュースを見るたびに悲しくなるけれど、24年ぶりのメダルを母国にもたらせて嬉しいですと語っていた。